この動画では家工房フランチャイズで2021年4月に開業した加盟店さんの5月の売上ランキングを発表させていただきます。なぜ4月開業で5月の売上ランキングなのかということなんですけど、4月の10日に開業した加盟店さんもいれば、4月の20日に開業した加盟店さんもいらっしゃいますし、中にはほんと4月の29日に開業したよという加盟店さんもいらっしゃいますので、なかなか開業初月の売上としては測りづらいんですね。ですので家工房では開業初月ではなくて、実質まるっと1ヶ月稼働した2ヶ月目の売上高を発表させていただきます。2021年5月に開業した加盟店さんが6店舗、6オーナーさんいらっしゃいます。まず第6位から発表をさせていただきます。売上高ですけども、192,047円になります。エリアの特性としては、田舎でもなく都会でもなく中間ぐらいで活動している加盟店さんになります。続いて第5位、288,009円になります。エリアの特性は都会寄りで活動しているオーナーさんになります。続いて第4位、387,785円になります。エリアの特性は田舎寄りの地域で活動している加盟店さんになります。続いて第3位、408,032円になります。エリアの特性は田舎寄りで活動している加盟店さんになります。続いて第2位、576,661円になります。エリアの特性は、田舎都会、どちらでもなく、その中間ぐらいで、活動している加盟店さんの実績になります。では、第1位の加盟店さんの売上高、784,770円になります。エリアの特性ですけども、田舎寄りの地域で活動している加盟店さんの実績になります。以上が2021年4月に開業した加盟店さんの開業実質初月の売上のランキングになります。以上の6店舗のオーナーさんの平均ですが、439,551円になります。開業実質初月の売上高に関してなんですけども、ここまで開示しているフランチャイズはあんまりないと思います。私たちはこの売上高もしっかりと皆様にお伝えすることで、開業した初月実質どれぐらい売上あるのかをイメージしていただいた上で、意外と忙しそうだなぁと感じられた方はしっかりとご準備いただきたいですし、意外と売上高少ないんだなぁと感じられた方に関してはしっかり開業当初の運転資金をご用意いただいた上で開業いただきたいですし、そういうところにこの情報開示はつなげていきたいなというふうに考えています。家工房に関しては、ワンコインで頼めるお家のお困りごとから入っていって、そしていろんなお困りごとにつなげていくビジネスモデルになりますので、どちらかというと最初はスロースタートな傾向にあります。ただ、売上ランキングで発表させていただいた通り、開業半年で280万とか、売上を上げている加盟店さんもいらっしゃいますので、お客様と信頼関係をしっかりと築いて、繰り返しご注文いただくことで、売上を大きなものになってきますので、そのあたりも含めて、ぜひご検討いただけますと幸いでございます。